それでは青学行ってみたいと思います。今日の直の全体像はこちらで、内容1問題10問と Y カー1題で、さすがにちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまいますので、内容1問題は5問行ってみたいと思います。で、皆さん注目していただきたいところは、設問の指示に対応する文章を探し出しましょうね。ここを無視してしまうと皆さん正解から遠ざかってしまいますので、ぜひ肝に銘じていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんもう一つの和訳はあるんですが、これは再生リスト、国公立大英語、まあこういうものがありまして、皆さん和訳取り揃えておりますので、合わせて活用なさっていただけるとよろしいかと思います。では一緒に頑張りましょう。さみさん、第一段落でございます。まずは問いの1番、皆さん選択肢4つの中から正しいもの1つ選んでくださいね。では一読していただいたと検討をお願いします。すみません、説明の指示にあるメンギューさんでございます。すみません、1行目から読み始めると、みさこれ結構ヒント転がってますよね。まずはアイスコーヒーを飲んでおります。で、みさそのブランドはスターバックスで、メンギューさんだけじゃなくて、みさ中国の方々がみさ定期的にコーヒーを飲むんですね。で、そのおかげでコーヒー市場が急速に成長。で、皆さんバットがございますので、その右側は筆者の主張。で、コーヒーがますます人気を博していると。まあ、その中でも特に若者たちですね。で、ここまで皆さんヒントをもらってくると皆さんいけそうですね。まずは選択肢の1番。So, works。これが書いていないですね。で、選択肢の2番は tea drinking でございますが、一応書いてはいるんですが、筆者の主張はバットの右側ですよね。ですから話の中心はコーヒー。で、選択肢の3番すっ飛ばして、選択肢の4番。地区の人気の話はなし。ですからどうやら3番が正解。中国の方々がコーヒーを飲むようになって、そのうちの一人がメンギューさん。まあですから典型的なコーヒーを飲む方。ですからこのあたりが皆さん根拠となって、正解は3番でよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの10番でございます。で、皆さん説明の詩にベストタイトルと書いてるんですよね。ですから話の内容全体像を掴んでから皆さん選択肢を検討。まあそれでもいいんですが、意外と第一段落だけで答え分かりますからね。正しいもの一つ選んでいただけると嬉しいかと思います。では検討をお願いします。で、選択肢の1番すっ飛ばして、選択肢の2番、皆さん日陰の話はなし。で、選択肢の3番は concerns ということですから、皆さん心配不安の話もないですね。で、選択肢4番、コーヒー市場がない。いやいやいや、めちゃめちゃありますよね。となってくると、選択肢の1番。皆さん、飲み物のマーケット。飲料市場の変化。で、皆さん、変化の話ですが、皆さん、バットのまず左側。皆さん、中国は歴史的に皆さん、ティー。まあ、お茶の国だったんですね。ですが、皆さん、バットの右側。ここ最近はコーヒーが人気を博していると。ですから、まさに市場の変化。バッチリでございますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。それでは第2段落でございます。ちょっと長いので、まずは全体像を把握するために一読だけお願いいたします。それでは問いの2番でございます。皆さん、画面の都合上、まずは第2段落前半、ここまでで皆さんいけるかどうか検討をお願いします。皆さん、検討していただいた結果、おそらく皆さん、この設問の指示ですね。それに該当するところはちょっとまだ見つかっていないかと思います。ですので、画面ちょっと下に下ろしますね。さあ皆さん、第2段落中盤でございます。改めて検討をお願いします。皆さん、おそらくこれもですね、皆さん、設問の指示に該当するところが見つからないかと思います。ですので、後半に行きますね。さあ皆さん、後半でございます。こちらで再検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示、貢献する。で、皆さん、最近の上昇、最近の増加に貢献する。ですから皆さん、recent increase、これが皆さん結果ですよね。まあ人気が増しているのが結果であれば、当然今から選ぶところは皆さん原因ですよね。で、その原因の言い換えが皆さん factors、まあ直訳は要因、まあつまり原因のことですよね。で、皆さん、その要因に当たるところが皆さん見つかりましたので、この一文を熟読。皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、まあ本当に莫大な数の中国の方々が皆さん海外旅行をしていると。それを言ってる選択肢皆さん見つかってますよね。で、選択肢の1番は皆さんコーヒーの消費の話はなし。特に皆さんこの文章中比較はしてませんよね。で、選択肢の2番をすっ飛ばして、選択肢の3番。特に文末でございますが、コーヒーショップを探し求めている。この皆さんこの該当箇所になし。そして選択肢の4番ですが、皆さんお店の数。まあ、それが2番になった話は皆さんこの該当箇所になし。
で、皆さん、海外旅行行ってますよという話は、皆さん、選択肢の2番ですよね。ですから、設問の指示に該当するところを皆さん、正しく見つければ、おのずと皆さん、正解も見えてきますからね。ですから、正解は2番ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、この段落もちょっと長いので、まずは全体図を把握するために、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、トネ3番の設問の指示、スメリアンという単語はありますよね。で、皆さん、これ段落の上の方にありますよね。ですから、このあたりちょっと皆さん見やすくするために、上に移動させますね。さあ、皆さん、選択肢全部見えるようになったかと思いますので、これで皆さん、検討をお願いします。さあ、皆さん、該当歌詞はこのあたりですよね。で、皆さん、読んでいただいて分かったかと思いますが、高品質なコーヒー。まあ、もうそれでなんか一発ですよね。で、皆さん、続きを読んでみると、皆さん、スターバックスなどが提供しているのはこういうものですね。まあ、ミルクの話だと思いますが、それはちょっと提供してませんよ。ですから、そういうことを言ってる選択肢を見つけていただきますと、まずは丸1番、すっ飛ばして丸2番。まあ、そもそもお茶の話はなし。で、選択肢の3番、簡単に変えられました。まあ、ここの該当箇所ではないんですが、まあ、どっちかというとこのあたりですよね。The biggest challenges。皆さん、最も難しい問題。もしくは課題。ですから簡単ではなさそう。で、選択肢4番ですが、皆さん、imitate。モノマネ。皆さん、さすがにこれ皆さん、スターバックスのモノマネは皆さん、どっちかって言って否定してますよね。ですから選択肢の1番。まずは、高品質なコーヒー。そして皆さん、後半でございますが、皆さん、ミルクの利用を思いとどまらせる。確かに本文の後半、このあたりですね。ですから、設問の指示に該当するところ。皆さん、それを正しくつかめば、皆さん、答えはわかります。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん続いて問いの4番でございます。この皆さん第3段落後半からいきますので、検討をお願いします。さあ、皆さんこれ設問の指示にですね、皆さんお客様にしてもらいたい。そうです。お客様に望んでるところが皆さんここですよね。お客様の行動を変えたい。ですから真っ先に消せるのは選択肢の2番。まあ、メインテインということですから維持。で、もちろんそのお客様の行動を変えるのは、まあ、なかなか簡単ではないんですが、とにかく皆さん自分たちの豆を煎る。ですからそこにこだわりを持ってやろうとしてるんですから、皆さん選択肢の3番、ストップが×。そして皆さん提供したいのは皆さん最高な経験。特別な経験ですね。で、それが皆さん最後の文章でございますが、お店の中に入っていく経験。まあ、その後購入につながるんでしょうけど、皆さんこれで皆さん選択肢決まりますよね。そうです。選択肢の4番。コーヒーを購入するという経験。例えば選択肢の1番はミルクですが、これは読んでいくと皆さんないですね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。